はい、ダイスチャンネルですとダイスゲームです。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ続き、ドラクエビルダーと続きです。先ほどの続きやっていきたいと思います。ピリンちゃんと喋って、まあこの辺は、体験版でやってるからね。体験版と、そう、このびっくりマークが頼みたいんだよね。クエストを持っているってことだよね、うん、そうね、うん、ここは行きたいって言ってる記憶ないんだな。ここに住んでみようかなって、さっき扉の中から出てきたんだけどさ、住んではなかったんだね、うん、土を使って修理します。はーい、この拠点もね、綺麗にしたいね。ちょっと置くのが下手くそだな私。はい、よし、お、カメラが、はい、白い花びらをゲットだぜ。はい、こっち処理したよ。私も花びらゲット。途中で拾ってきてくれたんだね、ありがとう。よし、じゃあここでもう一回離して、よし、松明を作るぜ。物を作る力でいろんなの作りたいですね。でもそうね、うん、ストーリーを進めながらやっていきたいですね。うん、よし、松明、おお、はい、持ち物になっちゃった。 OK、分かった気がする、ありがとう。いろいろ集めてきてくれるかな。よし、あ、すごいは分かったんだけど話すの忘れちゃった。そういえば名前はダイスです、よろしくです。特別な力がある感じの名前じゃないけどって、毎度毎度ね、ちょっとひどいけど、フィリンちゃんよし、松明を置いてこよう。空き部屋が完成した、新米ビルター。どこに置こうかな、前と同じところにしようかな。じゃあ一緒に暮らそうねって、同棲生活の始まりさ。新米ビルダー、そうだね、同棲生活が始まる、うん、これでちょっと話せなかった。明かり置いたよ。そうね、罠のベッド。見た目じゃないって言うもんね、ひどいね。命の木の実をゲットだよ。ベッドね、わかった、罠のベッドを作ってやってみよう。ひらめいたぜ、ゲット。はい、この辺なんか草があった気がする。扉を開けて、ペットの材料の道具の草を集めよう。ほいほい、あとでも桃かきの実って言われるからね、ついでに持っていこう。いい、ここにも草がある。はい、ゲットゲット。よし、藁のネアを。ベッドね、ネアってなんだ、ネアになったの。うん、はい、よし、戻ってきたぜ。はい、作ろう。藁のベッド、時間の流れを感じ始めた。もう一個作ろう。オッケー、これをここ、あ、服だ、上から見て。そんなこともないもん、ちょっとお腹が鳴っただけだもんって。いい人、
あ、持ち物を見てしまった。よし、ペリン。寝るとこ作ったよ。なるべく拠点に帰って寝ますね。ひらめく力、なんて言うんだっけ、ひらめく力。何？ひらめく力って。いや、もやっととかさ、そういう言い方でなんかなかったですかね。すっきり。あ、そうかもしれない。違う。わかんない。ピカッとかもしれないね、もしかしたら。ピカン。あれ、ちょっと今話せなかったじゃない。素材詰めて焼き玉ってそろそろ疲れてない？お腹すいたってことだよね。はーい、ごっこ準備できた。持ってきたよ。準備できたけど、もうちょっと欲しかったな。ん？何がですか？桃柿の実ですか？うん。今準備をしてきたんですけど、歩き回って本当はね、集めたいよね。そうね。たくさんの素材を入れておける箱があったらいいと思わない？そうだよね、わかる。あれ、ピリンちゃんどこだ？ピリンちゃんちょっと隠れちゃってる。ピカンって。あ、ピカンだ。なんか電球のマークで思いつくね。そっか。よし、収納箱。空腹を感じ始めた。収納箱は、やばい、ダイソーに越された、ついに。缶箱、収納箱、やっと収納箱だ。枝が必要なんだよね。そうなの？もう持ってるよ。え？え？え？あ？寝ちゃった。よし。あ、上に乗ってしまう。ダメだな。もうちょっと前。あ、ここか。はい。収納箱を作って。うん。ピリンちゃんと話す。持ち物じゃないのよ。実は考えていたことがあるの。そう、悪い人たちがね、光を奪ってしまったんだよ。竜王って言うんだけどね。杖はね、竜の形で可愛いんだけどね、本人ね、色がおかしいんだよね。って一番最初に見た時は思ってた。そうね。うん。だって黒と紫なんだもん。街を作ろうよって。これから。素敵な街で考えてみなくっちゃ。ほっほー。絵を描いてみたの。そうだね、それを作らないとダメってことだよね。分かったよ。はい、設計図通りに。設計図。罠の扉をひらめいたよ。うまくできそうって言われた。頑張る。どこに作ろうか。これ最初に作るところって結構大事ですよね。うん、大事だと思う。私はね、前回はここを埋め立てたんだよね。埋め立てようかと思ってるんですよね、今回。僕ね、どうしたんですか？僕？ここにしようかな。よし、置いた。どうしようかな。何が？いや、前回と同じ位置だと意外と簡単にできるけど、何もないところに作った方が早いよね。ちょっとコードコード一緒になっちゃうね。一緒にしとこうか。ここは？ここは一緒の位置ということで、仲良しをアピール。いいか、ここにしようかな。あ、必要な場所が足りませんって言われた。一個置けなきゃダメなんだ。ひど。そうなの？これで
土を置く。お、間違った。はい、あれ違うとこ置いちゃった。違うの？置きたいところが違うのって。違うの、そこじゃなかったの。私が置きたいところはっていうところに置いてしまってちょっとびっくりしてる。へい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 、あー足りなかった、1個足んなかったぜ。あ、間違った。ちょっと切っていかないと。不器用だな私、ダメだ、頑張ろう。え、なんかね、一つ違うところに置いてしまったりするんだよね。まあ慣れでしょう。慣れですね。ピリンちゃん、ピリンちゃんじゃないや、ダイスちゃんがね、思った方向を向いていないんだよね、たまに。ダイスちゃんがねって、もうキャラクター崩壊ですかねえ。え、そうですね。あ、足りなさそう。藁の扉を作って、これ足りない系だね。いや足りなかったよ。この辺殴ろう。えいえいえい。この家何が必要なの？これ焚き火だっけ？焚き火ですね。焚き火、焚き火と収納箱も必要なのか。スライムをまず倒さなきゃいけないわけね。そうだね、うん、焚き火のために。ふうふう、おー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 、よし。さあダイスさんはできるのか。もうちょっと結構いい時間になってきましたよ。ダイスさん、これを作りたい、作り終わりたいけど、よし、作り終わりたいので、がそこまでは頑張ります。頑張る。あと2分30秒。ほい、はい、2分30秒で録画が終わってしまいます。ぴゃー。よし、藁の扉と焚き火を作って、はい、これで石の作業台を殴りつける。取れた。え、あ、間違った、ここじゃダメだな。よし、完成。あ、はい、石の工房やったぜ。できたできた。はい、できたよ。完成。ピリンの設計図が完成しました。やったね。お、できた。できました。たら、あれ、ピリンちゃん、いたいた。ちょっと上行くのやめて。ねえねえ、あ、はい。よし。設計図を完成しましたよ。はい。夜になったら収納箱を入れておくから、そこで確認してみてね。わかった。わかったよ。おっさんを連れてくるっていうところから、じゃあここからは生放送していきましょうかね。はい、おじさんね、怪しいおじさんね、ヒゲのね。そうそう、ロロ、うん、ロロ、なんだったっけね、名前忘れたけれども、まあ今回ここで締めていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。これからもね、ビルダーズやっていきたいと思います。はい、はい、それではまた。